はい、皆さんこんにちは、木下と申します。本日は鎌倉殿の13人第30話を俳優名でストーリー解説していく動画になります。小栗旬が小池栄子が佐藤二朗がという形でですね、俳優さんの名前で第30話のストーリーを追ってまいります。そんな動画必要ねえよって方に関しましてはですね、上のリンク欄からですね、徹底解説という真面目に解説している動画他にございますので、そちらに移っていただければと思います。こちらの動画毎週恒例でございますけれども、一部の方に、ご好評でございますので、まあ一部言ってもですね、5000人から1万人ぐらいおりますので、本日も楽しく元気にお話ししていければと考えております。まあ楽しくと言ってもね、今回に関してはまあ非常にこう我々視聴者の涙を誘うような、悲しいシーンもありましたので、ちょっとどこまで楽しく面白くできるかわかりませんけれども、まあとりあえず最低限わかりやすくねお話ししていければと思うんですけれども、まず今回の第30話のポイントからお話しさせていただくと、まあサムネイルの通りなんですけれども、まあ、感情論から言ったら細かい部分除いて、まあ大枠でいけばやっぱりこの佐藤二朗さんの性という形の物語であったっていうのはまあ事実かなと思うんですけれども、まあ要約するとですね、まあ新納慎也さん演じるあの禅嬢というまあ人物が今回死罪に追い込まれるという話、そこに着地する話となっておりました。でそれによっていよいよ坂東彌十郎一派と佐藤二朗一派、ドラマの中の一族名でいくと北条家 VS 比企ですね、まあ、その戦が避けられない状況へと進んでいく、来週それが描かれるという形ですね。で主人公の小栗旬さんっていうのは、まあ、中立の立場なんですよ。もちろんその坂東彌十郎さん一派の北条家の人間ではあるんですけれども、比較的鎌倉幕府を、しっかりと今後も安定発展させるために中間管理職として尽力している部分がありますので、中立ではあるんですが、この坂東一派佐藤一派のもう戦で、まあ、あまりにこの佐藤二朗一派が今回暴走が激しかったので、まあ、もうダメだと、その鎌倉を安定させるためにももうちょっと邪魔だということになって、まあ、それを滅ぼす方向に話が来週より突き進んでいくという、形になります。なので、まあ、中立ではあるけれども、まあ、もうちょっとどうにもならんっていうところがあると。でまた中立ではあるんですけれども、言ってもまあ坂東彌十郎さんの息子でございますので、まあ、ちょこっとどうしてもこの坂東一派より北条家よりにはなってしまうので、ドラマとしてはまあ、多分史実の事実以上にこの佐藤二朗さん演じる比企能員という人間は、まあ、憎き敵としてドラマでは描かれているのかなというふうに思います。ですのでそれこそ歴史詳しい方であるとか、その比企郡に、埼玉県の比企郡にお住まいの方からするとちょっとこの描き方はどうなんだっていう苦言もあるようなんですけれども、ドラマとしての主人公はね、どうしても小栗旬さんが演じているのは北条義時でございますので、まあ、北条家が坂東側でございますので、まあ、それはしょうがないのかなというふうに思っています。なんですけれども、この鎌倉殿の13人って今まで大泉洋さん演じる源頼朝もそうでしたし、菅田将暉さん演じる源義経もそうでしたけれども、上げて落とすという形で命を落とす人間に敬意を表する演出を最後にするんですね。要は大泉洋さんに関しても結構このねドラマの中でそれこそ全部大泉のせいっていうトレン、ね、SNS でトレンド上がるような感じでいろんなひどいことしてきましたけれども、でも最後の第25話を見るとなんかしんみりしちゃうようなね、最後にこう上げて印象を上げて落とす、つまり、亡くなっていくって形をやるので、もう今回はもう佐藤二朗うぜえわ、比企能員うぜえわとなってはいるんですけれども、な来週もしかしたらこの上げて落とすってことをやってくる可能性っていうのもですね、なきにしもあらずなのかなっていうふうに思うところがございます。それでは具体的にですね、ストーリーの方、説明入っていければと思うんですけれども、なんかこれ俳優名で書くと変な感じですね。瀬戸康史解明ということでございまして、まあ、この冒頭のシーンでございますけれども、まあ、瀬戸康史さん主人公の弟と、それから周期君のですね達人であるやしわ、俊博さんがですね、この2人がね会話をしていたら、この瀬戸康史さん演じる人物は今まで北条時貫という人物だったんですけれども、貫の字、まあ、連絡の連ですけれども、その字がちょっとやめた方がいいよっていうようにこうアドバイスを受けて、でまあ史実上というかこのドラマの中では東条時房というふうに、解明する形となりました。さすがにここは瀬戸康史が解明して瀬戸康史になりましたっていう説明はできませんのでね、ちょっと一応歴史上の人物名も添えましたけれども、まあ、そういったところから今回話が始まりました。
そしたらですね、その流れで2人でこう周期くね、あのまあリフティングみたいな形でやっていたらですね、おっとっとってこうボールがね、先の方に行ってしまいまして、そしたらそこでですね、まあ、あの前回ね、新納慎也さんが鎌倉殿の呪詛をしておりましたけれども、まあ、その非人形が一つ残されているということに気づきました。でここは映像上ははしょられていましたけれども、あのシナリオブックなんかを見ると、まあ、佐藤二郎さんがこの件をすぐに把握したことで、まあ、ここから主導権が佐藤二郎さんに移るというような形と物語としてもなっておりました。でその頃鎌倉殿は本当にこの呪詛が効いたのか、まあ寝込んでしまっておりまして、まあその後こう回復は一応したんですけれども、急病で寝込んでしまいました。で寝込んで、まあとりあえずこう起き上がれるぐらいにはなったタイミングで、佐藤二郎さんがこう木の人形を見せたら、鎌倉殿はその新納慎也さんっていうのはおじですからね、まさかおじ上がって、こう怒りに震える形となりました。でもちろん、まあその呪詛ができる、まあ呪うことができる人っていうのは相当限られているので、できる人って当事者ってことで、呪うって行為をすることできる人って限られているので、まあさすがにこの新納慎也さんだろうっていうふうにまあなるんですけれども、言ってもまだ現時点で物的証拠があるわけではなくて、推理によって導き出されているだけなので、まあ御家人の中のですね、一番こうね、官僚的なポジションである、まあ御家人って言わないか、官僚的なポジションである栗原秀夫さんはですね、まあ犯人の決めつけはまあ時期尚早というふうに言います。冷静に対処していきましょうというふうに言います。まあなんですけれども、まあ多分そうだろうというふうになった時に、まあ、実際事実としてそうなんですけれども、新納慎也さんというのは自分で鎌倉殿を呪おうとしてやったんじゃないですよね。坂東彌十郎さん、宮沢りえさんに頼み込まれて致し方なくやった。もちろん自分の判断でイエスのを決めましたよ。決めたので、そこにはもちろん罪はあるんですけれども、まあ、言い出しっぺは違うので、もしかしたら坂東彌十郎さん絡んでないですかってことをですね、栗原秀夫さんは小栗旬さんに心配して、進言する形となります。栗原秀夫さんからしたときに、この小栗旬さんっていうのは、この鎌倉殿の13人の、まあ今9人衆に減っちゃっていますけれども、その13人の御家人の中でも非常に中間管理職として立ち回りがうまい人間なので、まあ要は買ってるんですよね、能力を。なので、これ仮に、この坂東彌十郎さん関与してましたってなったときに、この坂東一派、北条家と呼ばれる人間の、まあ小栗旬さん一人ですので、北条家一族もろとも、追放されるようなことになったら、その中間管理職の有能な人、官僚が一人いなくなっちゃうようなもんなので、まあその意味も含めて心配したという形でございます。はい。で、まあ先ほど話した通り、現時点では物的証拠がないと言ったんですけれども、残念ながら物的証拠を抑えられてしまって拘束されるというふうに話が進んでしまいます。まず小栗旬さんが、この新納慎也さん夫妻に、まあ、やったんですか？っていうことをこう質問するんですけれども、2人ともこう否定をします。もちろんその否定の仕方とかが完全にこう怪しい感じではあったし、まあやってることなんて織り込み済みで、一応便宜上質問したんですけれども、その時のあのひょうひょうと否認する感じとかも逆に怪しいので、あ、やったんだなってことで小栗旬さんは気づきます。まあ、なんですけれども、もうやったことはしょうがないので、今後どうするかっていうところが大切なわけでございます。なので今後鎌倉殿から呼び出しされるけれども、とにかく決して認めてはいけないというふうに忠告をいたします。しかし佐藤二郎さんはライバルである坂東彌十郎一派をまあ潰すきっかけになりますので、先手を打って新納慎也さんの家を今風に言うと家宅捜索する形となります。そしたらですね、当然あんだけ木の人形を作っておりましたので、まあ、新納慎也さんの家からは呪詛の道具、まあ、木の人形が押収されてしまって、まあ、物的証拠を抑えられてしまいましたので拘束されることとなります。拘束されても呼び出されても決して認めてはいけないという忠告の通り、否認をし続けはするんですけれども、まあ非常にこの佐藤二郎さん一派によって手荒い拷問的なことをされてしまうという形となりました。新納慎也さんの奥さん、まあ、宮沢恵麻さんがね、演じておりますけれども、宮沢恵麻さんっていうのは、その坂東彌十郎さんの娘でございますよね。なので、その辺で考えたときに、佐藤二郎さんからすると、一番のライバルは坂東彌十郎さんなので、まあ、一応この新納慎也さんは、あくまでも、大泉洋さん演じる源頼朝の弟ではあるけれども、その奥さんは北条家と言われる、ね、坂東家の人間でございますので、
まあもうこのタイミングで北条家坂東彌十郎側を徹底的に追い落として、俺らが一番だ、佐藤二郎が一番だという体制を作るためにですね、もう拷問して、もうとにかく少しでも自分に有利な証言を引き出そうとするということで、まあそういった手洗い真似をする形となっていました。まあこういう状況になってしまったんですが、小栗旬さん、そして中川大志さん、この二人はですね、ちょっと作戦を決行することとなります。まず小栗旬さんは自分の父親が関与しておりますので、ご自分のやったことがお分かりになっているんですかと、この説教をいたします。で、坂東彌十郎さんってその宮沢理恵さんに、奥さんにね、けしかけられて、こういうずる賢いこともやったりするんだけれども、まあ、根はいい人でありますので、まあ、こういう状況になってしまったからには自分が名乗り出て謝罪するしかないというふうに、言うんだけれども、ここで謝罪したらそれこそもうね、北条家坂東彌十郎の血縁者全員追放なんてことになりかねないので、そうするともう佐藤二郎さんの思うツボなんですよね。だから制止します。その上で小栗旬さんと中川大志さん考えた作戦を実行する形となります。まず佐藤二郎さんからすると、ある程度強硬な手段に出て、この坂東彌十郎一派を鎌倉から追放するなんてこともしかねない、つまり武力で攻めてくる可能性もゼロではないということで、佐藤二郎さんが攻めてきたら戦に応じる構えを見せる、つまりちゃんとあの戦の準備はしておこうということとなります。合わせて他の御家人たち、それこそね、佐藤、あの山本浩二さん演じる三浦義村とかですけれども、他の御家人たちには声かけを行って、まあ、味方にしておくと。佐藤二郎さんが暴走していることに対して他の御家人たち別によくは思わないんですよ。だっていろんな御家人がいるわけですよ。まあドラマの中の通常の歴史上の人物名でいけば、結局その北条家がいて、比企家がいて、三浦家がいて、和田家がいてって、いろんななんちゃら家がいるわけじゃないですか。ってなった時に、一つが台頭するってことは他の当然一家はね、あの別に歓迎しないでしょ。歓迎しないわけなので、まあ味方に、戦はしないよとね、形で穏便に行こうぜってことで味方につけておきます。で、なんですけども、新納慎也さんの奥さんである宮沢恵麻さんに関しては、まあ、佐藤二郎さんが暴走して、拘束して、手洗い真似しかねないので、これはまあ、小池栄子さんに、かくまってもらうという形を取ります。これが作戦でございます。そしたらその流れの中で、予想通り、まず宮沢恵麻さんをね、今犯人と、なっている新納慎也さんの奥さんですので、重要参考人として捕らえようと、する、若手たちがですね、捕らえようとします。まあ、それを坂口健太郎さんが止める形となっておりましたけれども、若手5人衆が宮沢恵麻さんを拘束しようと乱入してまいります。その5人衆の中には、この坂東彌十郎さんの息子である瀬戸康史さんも含まれているんだけども、瀬戸康史さん別にもちろんね、要は自分の兄弟でございます。兄弟に手洗い真似なんて、したいわけではございませんけれども、だから穏便にこの場で引き渡してもらおうっていう、まあ、スタンスなんですけれども、とても取り直そうとするけれども、まあ、坂口健太郎さんは、全力で引き止めます。そしたらそこに、まあ、小池栄子さんが現れまして、まあ、自分でここに来るようにと、頼家にそう伝えなさい、まあ、これ頼家って鎌倉殿ですね、金子大地さんですけれども、そう伝えなさいというふうに、セリフを言いました。まあ、それでもですね、なんだとみたいな感じの態度を取ってきたので、なら仕方ないということで、ティモンディの高岸さんがですね、もう 両手に刀を持った状態で、来るなら来いというふうにこう言ってですね、そしたらまあ5人はひるんで去っていくという形となりました。ね、ティモンディの高岸さんね、あのほら栃木のね、プロ野球のなんて言えばいい、なんだっけ、ちょっとその2部っていうとちょっと言い方失礼なのかな、あの野球チーム入られたんで、プロ野球選手に、お笑い芸人の二足のわらじになりましたけれどもね、やっぱりね、ガタイもいいのでね、非常に迫力があるという形となっておりました。で、そんな流れの中で、まあ否定はさしても否認はしても、まあ新納慎也さんの家から物的証拠が出てきている以上、まあ処分は避けられないということになります。で、処分が話し合われるんですけれども、まず宮沢恵麻さんに関しては、まあ、これ我々視聴者映像を見ていればお分かりの通り何にも絡んでないですよね。1ミリも絡んでないので、まあ、小池栄子さんに免じて無罪なんですけど、まあ、本当に何もやってないんで、まあ、無罪でよかったなという形となります。まあ、しかし新納慎也さんに関してはさすがに物的証拠が残っている状態ですので、まあ日立へ流罪という形となります。まあ首は取らないというのは、まあ鎌倉殿のまあ優しさの部分というのも垣間見えたという形ですね。はい。しかしこれで一件落着すればよかったものの、
まあ、ここから大変なことに、話が進んでいってしまいます。佐藤二朗さんの暴走ということで、ニーロシアンさんの件が一旦落ち着いた上で、一旦、13人の合議制の、今9人減ってますけども、メンバーたちで所領の配分について協議をしておりました。まあ、土地の分配っていうのは、当時の、まあ、その政治におけるですね、非常に重要な要素、まあ、今でも重要ですけども、重要度っていうのが今以上に強いので、まあ、セリフにもね、その命よりも大切なっていうセリフもありましたけれども、まあ、所領をその分配する、それこそ功績であるとか、改めてそのね、ほら、人がいなくなったところを再分配するとか、いろんなね、分配、政治的な判断をするんですけれども、まあ、それに対してちょっとこう、御家人たちが不満に思っているということが明らかとなりました。で、まあ、所領の分配に対して、ちょっと御家人たちというか、まあ、皆々がですね、こう不満に思っているので、まあ、ちょっと穏便に、かつ、平等に、平等っていうのは、なんて言えばいいんだろうな、公平の方が日本語正しいのかな。要は、例えばですけれども、じゃあ分かりやすく言うと、会社員の給料で考えたときに、公平って言ったときに、仕事ができる人にの給料が上がって、仕事ができない人の給料が下がるって、これ別に公平ですよね。横暴じゃないですよね。できる人は稼ぐために貢献してる中でより高い給料をもらえる。でも、損失を与えるような人は給料が下がってしまう。これ別に公平じゃないですか。まあ、そういうことをですね。影響力があったり、お米をいっぱい生産していたりとか、そういった形で多く貢献してる人にはちゃんとその分比例分配みたいな形をしようっていう形でですね、まあ伝えるんですけれども、そしたら鎌倉殿はですね、そこまで言うなら、お前土地いっぱい持ってんだろ、お前の土地から分配してやればいいじゃねえか、手本を示せって言われるんですね。でこれに関しては鎌倉殿からしたら、まあ、自分のその立場、俺が殿だぞ、征夷大将軍だぞっていうところからある程度強硬に言う部分もあるんですけれども、まあ、佐藤二朗さんと若干最近反りが合わなくなってきておりますので、そこでちょっとこう強硬な意見を頭に血が上って言ったっていう可能性もあります。まあ、合わせて佐藤二朗さん一派のこの引き家っていうのは、今の埼玉県、そして東京都に非常に多くの所領を持っていたのは事実でございますので、お前大量に持ってんだから、お前の土地分け与えたところで別にお前の土地がなくなるわけじゃねえじゃん、だからお前の土地から手本を示せみたいな感じで、こういう形となったわけでございます。で、まあ、その細かいことは今回どうでもいいというと失礼ですけども、どうでもよくて、ここで大切なのは佐藤二朗さんがこの若き鎌倉殿をコントロールできなくなっている、これが重要なんです。だから所領のこの部分に関して、でも歴史詳しくないとちょっとイメージつかないんですよね。まあ、給料の例えば今したけれども、ちょっとイメージつかないんですよねって方もいると思うんです。その方も割り切っちゃってください。大切なのは所領がどうこうではなくて、佐藤二朗さんは鎌倉殿のコントロールがうまくできないと。これは今の会社とかでもいい意味で、悪い会社を乗っ取るって意味じゃなくて、いい意味で社長がこう、それこそほら世襲でちょっとあんまりこう頭が良くない社長さんの時に、手のひらでこううまく転がして社長のご機嫌を損ねないように、自分たちのこのその部下たちがこう求めている判断にこう転がして転がして、社長この方がいいと思いますけどどう思いますか、うん、いいね、そういう風にしようっていう風にやったりする会社とかも多分老舗とかだとあるじゃないですか。そういったことを佐藤二朗さんやりたいんですよ。手のひらで転がして転がして、自分に有利な判断、自分たちに有利な判断をしていこうと思うんだけども、もう全然うまくいかないし、自分の土地まで分けろみたいなこと言われたから、だからここでああってこうなったわけという感じでございます。大切なのはコントロールできないということでございますね。でもブチ切れたので、ここでの考えは非常に分かりやすい。もうこの鎌倉殿の元では俺はうまく立ち回れない、有利に立ち回れないって思ったんですよ。だから坂東彌十郎が VS でどうだこうだとか、他の御家人たちがどうだこうだの前に、もうこの一番上に立ってるこの若造鎌倉殿をどうにかしなきゃいけない、だったらもう死んでもらってもいいんじゃねっていう考えになるわけですよ。なぜかというと、もし死んだら次の後継ぎは、まあドラマの中の役名で言うと、一幡という、まあ子供にですね、この鎌倉殿の子供に後を継がせるってことを前回鎌倉殿自身が宣言をしております。一幡のお母さんっていうのは誰かというと、佐藤二朗さんの娘なんですよ。なので、次の将軍がその一幡になれば、自分は佐藤二朗さんは将軍のおじいちゃんになるわけですよ。そうすると、今以上に、今はね、育てた親っていうだけで血は繋がっていないわけですよね、鎌倉殿とは。そういった流れになるので、それこそこの後、まあ、
小栗旬さんとの、まあ、会話の中にもありましたけれども、まあ、武士の頂に立つということで本当に頂点に行くことができるので殺しちまえとなんっていう形で新納慎也さんに会いに行って、新納慎也さんに鎌倉殿を呪ってくれというふうにお願いをします。ただ自分の都合を言ったところでそれあんたの都合じゃないですかってなるじゃないですか。俺がうまく立ち回れないんだよね、鎌倉殿殺してくれねえって言ったところで知ったこっちゃねえよって話じゃないですか。だからここで嘘をついて新納慎也さんの奥さんが危ないこのままではと言って、奥さんのこと大好きなので仕方なく呪詛の道具に手を出してしまうとね。佐藤二朗さんからすると別に動機なんてどうでもいいんですよ。うちの妻が危ないので鎌倉殿を殺してください、鎌倉殿を倒れるようにしてくださいって呪詛したところで、鎌倉殿が倒れれば佐藤二朗さんからしたらどうでもいいわけなので、まあ、それをお願いするという形ですね。でここで疑問が湧く方もいると思うんですね。別にこの新納慎也さんの呪詛って 100% じゃないよね、当たるのがって形でこう疑問が浮かぶ方もいると思うんですけれども、我々視聴者は新納慎也さんの今までの放送回から半分当たる半分当たらないみたいのをこう分かってはいるけれども、どうもですねいろいろとこう思い返してみると、近しい人は半分当たらないってなんとなく分かってるんですけれども、佐藤二朗さんからするとまあまあ当たるっていう、だからパーセンテージで表すのが正しいかどうか分かりませんけれども、多分ね 75% ぐらいはうまくいくだろうと思ってんじゃないかなと思うんですよね。それもあってお願いしたという形ですね。でお願いしちゃったんですけれども、まあ、それがバレてしまいます、まあ、バレてしまいまして、佐藤二朗さんずる賢くですね、自分はけしかけたのに謀反だ、鎌倉殿に対する裏切りだというのをこう、まあ、叫びます。まあ、鎌倉殿からしたらもうしょうがないということで死罪に処して、まあ、ドラマチックなシーンで、ね、ありましたけれども、最終的には石原隼人さんが自らの手で首を切るという形となりました。なんでまあ改めて整理をすると、佐藤二朗さん的にはもう新納慎也さん捨て駒なんですよ。死のうが死ななかろうが鎌倉殿を最後に呪ってくれればいいという形ですよね。なんでついでに鎌倉殿が死ねば万々歳ということで考えていたという形でございます。ただまあもうこういう状況になってしまったので、小栗旬さんからすると今日のこの動画の冒頭で話した通り、いやもうちょっともう佐藤二朗コントロールできねえなって形ですね。だから佐藤二朗さんと対決する覚悟を決めます。今最も鎌倉殿に死んでほしいのはあなたです。意のままにならない鎌倉殿にもはや用はないというふうに佐藤二朗さんの心中を推測します。しかし佐藤二朗さんは非常に有能な中間管理職である小栗旬さんは、なんならこっちに協力してくれればいいじゃんってことで一回ですね悪魔のささやきをするんですけれども、一瞬で断るという形となっておりました。で小栗旬さんはこの時この佐藤二朗さんの魂胆、心の中で今の鎌倉殿には死んでほしい、次の鎌倉殿には早く変わってほしいっていう本音を今の鎌倉殿本人に聞かせようと思って事前にですね、まあ、手を回していたんですけれども、まあこの時鎌倉殿は残念ながら意識不明となっていて、それを聞くことができずという形となっておりました。まあ、これにて今回は最後という形で、来週この佐藤二朗一派と坂東彌十郎一派の最終決戦、まあドラマの主人公が小栗旬さんである以上なんとなく歴史詳しくなくても結末はお分かりだと思いますが、諦めの悪い男というタイトルで来週は展開されます。多分なんですけれども、諦めの悪い男っていう意味は多分両方に意味をなしているんじゃないかな、なんなら主人公の小栗旬さんにも成しているぐらいなのかなというふうに思いますけれども、それから来週、まあ、シナリオは私も読んでおりましてめちゃめちゃ面白い回ですけども、来週はまあ映像を見るとね当然より面白いわけですので、映像を見てですね、わあすげえ回だったなっていうふうに来週31話より楽しんでいきたいと思います。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。